38番みぞろぎりほさんとまりさんです。今日は皆さんにみぞろぎりほさんをご紹介します。29歳のりほさんは生後1ヶ月の病院で突然脳に酸素がいかない状態になって脳に障害ができました。リホさんは現在喋れません。感情表現は指を使って相手の手のひらに書いていく指弾だけです。彼女は足が180度開いたまま閉じません。だから歩けません。リホさんは首がいつも右の方を向いています。でもリホさんの理解力は人一倍で、リホさんはいつも明るく振る舞ってくれます。お母さんのみぞろぎまりさん、29年間どうもご苦労様でした。これからも一緒に頑張って生きていきましょうね。それではみぞろぎりほさんが作詞した歌をニーナカノンさんが歌ってくれます。ニーナカノンさんの歌ともにみんなでリホさんの病院の様子を拝見しましょう。辛いわば一人かい、私はあなたの旅に、昔の服は抜き捨てて、私はここから歩み出す、わずかな光暗闇の道が続くだけ、それでも私は歩み出す、昔の約束果たすため、私はあなたをよく見て、本当の私を探すのさ、諦めよう。作詞した歌をもう一曲聴いていただきましょう。今度はお母さんのみぞろぎまりさんの朗読です。災いの真実、災いが降りかかる前に怯えている者たちよ、決して災いから逃れることはできない。昔から人は災いを受け止め、その中から真実を見出してきた。無残な死も悲しい別れもまたどうにもならないものだけれど、そこにだけ真実は隠されている。災いよ、どうぞ私に降りかかるがいい。私は強い心で真実を探し出す。2014年12月30日、作詞、みぞろぎりほ、22歳。通訳者は、りほの最高の理解者である、
国学院大学教授柴田康一先生です。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ステージ終えてどうですか？なんかもうほっとしました。リホが意識を飛ばして来てくれたので、リホと一緒に表現できました。よかったです。すごい、私が泣きそうなんですけど。今回なんだろう、伝えたいことっていうのは全て伝えられましたか？いやー、もうほんの一部なんですけれども、娘たちに、重度障害、寝たきりの重度障害者でも、言葉もあって意識もあって希望も持っているっていうことを少しでも伝えられたんじゃないかなって思います。でこれを一過性のものにしたくないので、世界中に広めてい、くことがリホと母のミッションになってますので、これからまだまだ伝え広めていきたいと思います。じゃあ今後の活動というのはどういうふうにされるんでしょうか？はい、こういったリホの詩を通していろんな表現者の方とコラボしてきたので、これからも、素晴らしい表現者の方と一緒にコラボして広めていくことと、あと映画が決まっていますので、その映画を完成、した暁にはまた世界中に、伝えていかれるんじゃないかと、広まっていくんじゃないかと思っています。はい、はい、じゃあ今後またこういうステージがあったら、はい、そうですね、はい、ぜひリホの詩と曲で私が、娘が動けない分私が動いて表現していこうと思ってます。